となく残っている記憶だけで作ってみたので、うまくいくかどうか心配だったのですよ。はい。そうでしたか。これからは廊下ではお茶を入れないようにします。あ、レイさん、こんにちは。はい。あ、でも、ありがとうございます。はい、レイさん入りましたよ。場所ではやってはいけないと教わった方がいいですよ。だから高弘さんに感謝してますよ、レイさん。はい。はい。Thank you.
終わりました。お待たせして申し訳ありません。それではリニアも部屋に戻らせていただきます。お疲れ様でした。霧島でちゅ、入ってもよろしいでちょうか。休日でも所長室にいるなんて珍しいでちゅね。ん？本を読まれてるのでちゅか。飛ぶ二重面相、面白い本を読まれるのですね、相変わらず。所長はどうお考えでちゅか。なんで飯島がここまで来たのか。飯島は課長レベルでちゅ。本社の課長というのは管理する島もおよそ1万以上。そんな中でなぜ萌えっ子島にだけ足を運んだんでちょうか。ナーサリークライムの名を持つ所長の島にでちゅか。ならレイさんのことは。わかりました。所長がそうおっしゃるなら。それでは失礼しまちゅ。
よう、高弘、久しぶりだな。最近顔出さねえがどうした？そうかい。バカ、あいつらが日曜日に出てくるわけがねえだろうが。若え連中は休みって言えば遊んでばかりだ。なんかな、昨日来たアンドロイドの娘なんだがな、結構いい子なんでな、少し話していたんだ。俺、あのリニアとかいう。なんで改まって。あれはいい子だ。作った人間は自分の娘のように作ったんだろうな。あれには愛があふれている。どんな最新型のアンドロイドより丁寧に作ってありやがる。まあ古いだけあって俺のわからないシステムだらけなんだがな。あれ、高弘さん、おはようございます。日曜日なのにお仕事なのですか？大変ですね。自分のメンテナンスの仕方とかよくわからないので、おじさまに教えていただいているのです。リニア、皆さん優しくしていただいて嬉しいのですが、何の恩返しもできなくて。もっと性能がいいアンドロイドさんだったらおじさまの手伝いとかできるのですが、いかんせんリニア機械が苦手なんで。だがいい、こんな可愛い嬢ちゃんにそんな手伝いなんかさせられるか。バカ、てめえは機械のことよくわからんからそんなこと言うんだ。この娘さんの丁寧さは人以上に愛情を注いだ結果だ。それを人と同じに扱って何が悪いんだ、このすっとどっこいめ。ああ、てめえも少しは機械をいじればわかるぞ。どのくらいわかるかって？そりゃ全然わからねえよ。俺の知らねえ技術の集まりみてえな娘だ。ごめんなさい。バカ野郎、嬢ちゃんが謝ることはねえよ。